大内博之は、鎌倉時代後期から、南北朝時代の巣王国の武将。大内氏、第八代当主。元王二年、父の死により、家督を相続する。元皇元年の元皇の乱では、北条高時の命を受けて、後藤武姫、熊谷直常ら西国勢と共に上落した。元皇三年、小教二年ウルー二月以降、 四国で、反爆勢力が放棄すると、長戸丹大の北条自治家と行動を共にし、乱の鎮圧に貢献した。そのため、広行は、県務政権より阻害され、叔父の鷲津長広が、諏訪守護職に任じられた。諏訪守護となった長広は、大内豊前、ゴ堀や大内豊前、ゴ堀ボ入道と称して、大内氏の総領として君臨した。年月、 ひろゆきは、足利高氏と吉見を結び、武家方となった。延元元年2月、鷲津が広の巣王五代の職に任ぜられる。しかし、弟の奈美の広直は、五代五天皇方に味方。関東に出陣して、日田義貞の指揮下に入り、武家方と戦った。広直は後に帰国するが高氏の九州下校に、再して挙兵し、広告2年。 略王4年7月7日、岩見国増田で内ちにした。室町幕府成立後は長広も高氏に取り入って、武家方にあり、なおも素王守護職の座にあった。志寿氏と大内氏の対立は続いており、略王4年うる4月15日に長広方の放火によって、大内氏の宇治寺表情山交流寺が消失するなど、その対立はより深刻となっていく。平年。 関能元年、広雪は、この広夜と共に、長広討伐に乗り出し、東大寺城吉木群沢原屋省に乱入、南朝に基準の意思を示した。翌年の7月に南朝に基準。この広夜が、南朝から数王守護職に任じられた。長広討伐をなし得ぬままの将平7年、関能3年3月6日、死去。ありがとうございます。